スズメのヒエは、イネ科の多年生草本。日本在来種。円盤状の古ぼう枝に密生する。毛の青い多年生草本。根茎は短く、茎は束になって生じ、草丈は30から80センチメートルになる。幼少、幼面、それに、家系の節は柔らかい毛に覆われ、花方の幼少は特に荒い毛が多い。 用身は平らで、長さは10から30センチメートル、幅は5から10ミリメートル、端田は高さ1ミリメートル。家計は高く伸び出し、先端近くに3から5本の房が間を置いて出る。房は、長さ6から8センチメートル、斜めにまっすぐ伸び、下面に2列ないし3列にコボが並ぶ。またその基部、主軸との境目からは、少数の長い毛が出る。 コボはほぼ円形で、その径は約2.6ミ、mm、リメートル、先端が少しだけ尖る。全体に無毛か、ルーペでないと見えない程度のほの毛が周辺に出る。第一方へはなく、第二方へはコボと同大で、主脈だけが目立ち、果軸側に膨らむ。第一小花の森へは、その反対側にあって、無毛、第一小花の、それ以外の部分は消失。 第二小花の森へは、角質で縁が内へを抱き、火事には黄色になり、これが果実を抱いて脱落する。和名については、牧野は、ズメの冷えであり、ズメの食べる冷えになぞらえたものとしている。学名の種商名は、日本の植物を紹介したツンベルグに、懸命されたものである。彼は本種を、長崎市郊外のものをもとに、その著書、 日本植物史に紹介したが、その際これを、北、アメリカ産の種であるパスペラムディシータムと同定した。だが後に独立種と判断され、このように命名されたものである。ほの部分家系の規部要唱に毛が多い日本では、本州、四国、九州と琉球列島に産する。本土では普通種とされるが、琉球列島では、天マ沖の選ぶ、沖縄島のみから知られ、 いずれも稀である。国外では、中国、朝鮮、高ーカサスまで分布する。低地から低山地の草原に出現し、日当たりの良い原野に生え、また露房にも出る。ただし近年では、身近なところでは、シマスズメのヒエに置き換わって、見ることが少なくなっているとも言われる。自生種では、スズメの拖ビエ、帰化種では、シマスズメのヒエなどがよく似ている。 ただし本種では、幼少から幼心にかけて、荒い毛が多いのがこれらに見られない特徴となっており、区別はたやすい。スズメのコビエでは全体に、ほぼ無毛。シマスズメのヒエでは、幼少の基部に毛があるのみである。また、ほぼは、スズメのヒエとスズメのコビエが、ほぼ無毛であるのに対し、シマスズメのヒエは縁に、多くの長毛がある。特にない。以下、種として、 長田 P590 巻の P745 発島 P688 長田 P164 キバ、他 P109。ありがとうございます。